皆さんこんにちは。今日もね始まります。今日もねちょっと旅をしようかなと思います。寄島の方に行こうかなと思います。浅口市寄島になるんですけども、まあ、そこの中にちょっと前から気になってた寄島園地っていうのが、こんなんがあるんや。ちょっとね寄り道なんですけど、こんな寺みたいな、寺かな、西八っていう場所なんですけど、めっちゃ古こちらに行こうかなと思います。もともと海だったんでしょうね、これ。おっと、トイレが。はい、まあ、今日の場所はこんな感じになってます。今ここ現在地が
こになってます。よっしゃ、もともと海だったってことがね、これ一目見ただけでもすぐ分かるような感じですね。この向こう側が海で、でそっち側、横が今干拓地になってるっていう。あともうちょっとですね。展望台。展望スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、というわけで上まで登ってきたんですけどね、まあ、これおそらくね桜の木だとは思うんですけど、でこれもう春の準備ができ始めてるというね、あともうちょっとで、もうちょっとあと 1,2 ヶ月ぐらいですかね。この先に井戸があるということで、まあこれが昔からここに住む島民のね生活を支えた井戸ということで、水カラカラですね。いいね。よいしょ。
っしゃ。ほれ、渡ることができました。また上上がって、また降りてっていう感じになるな、なるのかなと思ったんですけど、これで下から帰れる感じになりました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。